はい、ここはあのレッドブラフにあるあのジープですね。ジープとかアメ車専用 のディーラーですね。ちょっと今日来てみました。あの車廃車だったんでね、あの新しく買おうかと思って、これがレッドブラフ、レッドブラフダッチ。車が結構ラインナップされてますよね。結構いっぱいありますかね。あ、でもこの辺は空っぽかな。でもね、今日この車をぜひ買って帰ろうかと思ってるんですけどね。どうにしようかな、何の車にしようかな。でもやっぱりせっかくねアメリカに住んでるんで、今までアメ車をね一回も乗ったことがないんで、今回あたりもちょっとアメ車行っちゃおうかなと思ってるんですけどね。あのまあ SUV というかね、こういう形の車が好きなので、やっぱり体が大きいんだね僕ね。あのこういう大きめの車を今日買おうかと思ってるんですけどね。この感じどうですかね。ここはジムですね。あ、ジムじゃない、これディーラーです。こういうアメ車、スポーツカーとか乗ってます。今日はちょっと買って帰りますよ。はい、ミキです。はい、ミキです。ドーン、買っちゃいました。買っちゃいましたよ。どうでしょう。いかがでしょう。ジープ買っちゃいました。これ後ろから見るとちょっとナンバー映っちゃうのかな。ちょっと遠目でナンバーがあんまり見え、まあまあでもこれテンポラリーのライセンスだから、まあいいかなと思ってこれ買っちゃいました。これジープです。まあ、せっかくねアメリカ住んでるんでね、買ってみようかと思ってアメ車買っちゃいました。ジープ、ちょっと今開けてみましょう。トランク、まあ今これちょっと今洗濯物入ってますけど、トランクこんな感じです。それでこれが後ろのシートです。内装黒です。結構これレーザーシートで、シートはね温まったりとかします。でね、書いてあるし、これが運転席で、はい、こんな感じになってます。運転席はねこんな感じになってるのかな。こんな感じ。ここから映した方がいいのかな。よいしょ、こんな感じです。運転席はこんな感じになってます。今ねこのティントっていうんですか、この中が黒く熱が通さないっていうところ、暑いんでね、カリフォルニア日差しが強いんで、それをブロックするやつを今ちょうどお店に泊まって今頼んできました。予約取ってきましたね。まあ、こんな感じです。今ねこれでっかい駐車できたんですよ。どうでしょう、結構気に入ってるんですけど、この色といい、この色具合といい、このフォルムっていうんですか、結構ねかっこいいんじゃないかなと思ってるんですけどね。どうでしょう。はい、以上です。はい、どうも。一つ言い忘れました。あのね、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。いや結構かっこいいなと思って見てるんですけどね。どうでしょう、皆さんどう思いますか、コメントください。結構気に入ってるんですけどね、この色合いとこのフォルムが本当に結構かなり気に入ってます。以上、ミキでした。チャンネル登録お願いします。